ホッキョクグマの危険性について。ホッキョクグマは陸上の肉食動物の中でも最も大きい種類の一つです。成熟したオスは肩高 2.4 から3メートルに達し、体重は最大900キログラムにもなります。その巨大な体格はホッキョクグマが危険な存在であることを示しています。彼らの存在はしばしば強力な力と威嚇を示すものです。クマにとって自身の体格は生存のために重要です。その大きさと力は彼らが獲物を狩るのに必要なものです。しかしそれはまた彼らが人間に対してどれほど危険であるかを示しています。彼らの力は人間にとっては非常に恐ろしいものです。彼らの攻撃性はそれ自体が危険です。特に子供を守るために母親が攻撃的になる場合があります。さらに食料の減少により人間の生活圏に侵入するクマが増えています。これは彼らが飢えているため危険性が増しています。そして彼らの生息地である北極は地球温暖化の影響で氷が溶けています。これにより彼らの獲物が減少し、食料を求めて人間の生活圏に近づくことが増えています。その結果北極熊と人間の接触が増え事故が多発しています。これは人間だけでなく熊自身にも大きな影響を与えています。ありとあらゆる努力がなされていますが、現状では十分ではありません。我々は新たな解決策を見つけ問題に立ち向かう必要があります。ある解決策は彼らの生息地を保護することです。これは地球温暖化の進行を遅らせ彼らの生存を助けることができます。また人間とホッキョクグマの接触を減らすための措置も重要です。これにより事故を防ぎ双方の安全を保つことができます。私たちはホッキョクグマが生きるための環境を整える必要があります。彼らが自然界で生きていくためには私たち人間がプロアクティブにならなければなりません。私たちは彼らが生きていくための新たな方法を見つける必要があります。ホッキョクグマと共存するためには私たちが努力しなければなりません。一緒にホッキョクグマの生存のために何ができるかを考えてみましょう。それぞれの小さな行動が彼らの未来を明るくすることができます。このビデオを見てホッキョクグマの危険性について理解を深めてください。そして彼らを理解し彼らと共存する方法を見つけましょう。最後にホッキョクグマの生息地を保全するための自身の行動について考えてみてください。あなたの一歩が彼らの未来をより明るくすることができます。ホッキョクグマと私たち人間が共存する未来を想像してみてください。そしてそのために何ができるかを考え行動に移しましょう。